アンテロープはイギリス海軍の駆逐艦 A 級。アンテロープは1928年3月6日に発注され、同年7月11日にホーソンレスリー社で寄港された。1929年7月27日に浸水し、1930年3月20日に収益した。手法は4.7インホー4門であり、体幹用の低角度の台座に設置された。 対空装備として、ビッカース QF2 ポンド砲2門が搭載された。21インチマーク V という魚雷を搭載した8本の魚雷発射艦が2機の余え台座に取り付けられた。当初は対戦装備が限られていたこともあり、ソナーが搭載されておらず、6本の爆雷しか搭載されていなかった。1941年に4.7インチ砲の一つと、 巨雷発射艦の内後部バンクの一つが取り外され、この管の代わりとして3イン対空砲1門と70本の爆雷と10種類の投下パターンを持つ対戦設備が搭載され、強化された。レーダーも搭載され、対空装備としてエリコン化 20mm 機関砲が1941年に2門、あとに4門搭載された。3インチ砲は1943年に、 短波方向探知機の設置と入れ替えで撤去された。2番目の4.7インチ砲は1944年に QF6 ポンドホッチキス砲2門に置き換えられた。1930年に収益した後、アンテロープは他の永久駆逐艦同様、コドリントン率いる地中海艦隊の第3駆逐軍に配属された。スペイン内戦時はスペイン近海を巡回していたものの、 アクティブとウースターとの衝突で損傷した。修理後は本国に帰還し、ポーツマス海軍基地を拠点とした。第二次世界大戦が勃発した後、アンテロープはポーツマスを拠点とした臨時部隊であったチャネルホースの第18駆逐軍に配属された。1939年の海戦後から1940年、前期数ヶ月の間、イギリス海峡とウェスタンアプローチにて巡回と、 護送任務を遂行した。1940年2月5日、アンテロープはアイルランド島南方の沖にて、アイルランド唯一の国外向けの輸送船団であった、OA-84 を単独で護送する任務の最中に、ドイツの潜水艦である U-41 が、船団を攻撃し、貨物船、ビーバー分を撃沈、タンカー、サロニアに損害を与えた。 アンテロープは報復攻撃として爆雷を発射し U ボートを撃沈した。この事件は U ボートが単独の駆逐艦に撃沈された最初の事例となった。アンテロープの指揮官であったリチャード・テイラー・ホワイト中尉は海戦時からイギリス海軍に多く貢献したとしてこと考勲章を受賞した。 ホワイトは1938年9月24日から1941年2月26日までアンテロープの指揮官を務めた。ノルウェー1940年4月にアンテロープはノルウェーの作戦の一環として本国艦隊に転属され、ノルウェー近海のフランス艦隊の機関であった軽巡洋艦エミール・ベルタンがナムソス沖で、 ドイツの爆撃によって損傷した時にスカパフローまで護衛した。その後、ノルウェー沖に戻ったものの、6月13日にノルウェーのトロンハイム沖にて、イギリス海軍の駆逐艦エレクトラと衝突、損傷したためタイン側へと移動し、同年8月まで修理を行った後にハーウィッチを拠点とする第16駆逐軍に加わった。 大西洋での作戦1940年8月にダカール沖海戦に参加するため船団と共に出撃したが9月1日に軽巡洋艦フィジーが潜水艦の雷撃で損傷したためアンテロープはフィジーをスコットランドのクライド湾まで護衛した後スコットランドのグリーノックに拠点を置く第12駆逐軍に加わった10月31日に輸送船団 OB237 の護衛任務についていた時に、アイルランドと北西沖で、ドイツの潜水艦である U-31 に遭遇した。アンテロープとアケーティーズによる魚雷が U-31 に直撃したため、U-31 の乗組員は U-31 から脱出した。アンテロープの乗員は U-31 への乗り込みを試みたが、 無人潜水艦と衝突したため損傷し、U-31 は沈没した。アンテロープは U-31 から44名を救助したものの、期間中に1名が死亡したため、残りの43名がクライドへ帰還した。この激沈によってホワイトは1941年1月に地震初のトコウ勲章の飾り板が授与された。アンテロープは第三駆逐軍に加わり、 本国艦隊の主力艦の護衛任務に就いた。1941年5月にアンテロープはドイツの戦艦ビスマルクに追跡されていた巡洋戦艦フットと戦艦プリンス・オブ・ウェールズの護衛任務に就いた。アンテロープはデンマーク海峡海戦から離れ撃沈されたフットの生存者捜索にあたり、その後航空母艦ビクトリアスを護衛した。8月に アンテロープはコントレット作戦に参加した。作戦は成功し、スピッツベルゲン島の球団設備が破壊された。10月には北極海にて PQ-1 戦団の護送任務に加わった。マルタ1942年4月にアンテロープはジブラルタルへと航行し、マルタへとスピットファイアを送るという重要な作戦であったカレンダー作戦においてアメリカ海軍の航空母艦、 ワスプの護衛を開始した。アンテロープは5月に、バウリー作戦にて61機のスピットファイアを搭載したイーグルとワスプを、LB 作戦にて17機搭載したイーグルを護衛し、6月に、スタイル作戦とサリエント作戦において55機を搭載したイーグルを護衛した。アンテロープは、サリエント作戦終了後の6月11日から、マルタへの大規模な補給を目的とした。 ハープーン作戦に参加した。軽1 2洋艦、リバプールがイタリアの魚雷爆撃によって損傷した後、戦団から離脱し、W9 駆逐艦のウエストコットと共に、リバプールのジブラルタルへの栄光を護衛した。7月には、イーグルと共に、ピンポイント作戦とインセクト作戦において、さらに2機のスピットファイアによる補給作戦に参加した。 8月にはマルタへの別動部隊による補給作戦であるペデスタル作戦にて主要護衛艦隊に加わった。西アフリカ沖を拠点として活動した後、アンテロープは統治作戦に参加する部隊を護衛した。1943年1月30日には、カナダのコルベットポートアーサーと共同でイタリアの潜水艦トリトンを撃沈した。3月13日には、 オーシャンライナーであったエンプレス・オブ・カナダを護衛したが、エンプレス・オブ・カナダは、イタリアの潜水艦、レオナルド・ダ・ヴィンチによって撃沈された。7月には、シチリア島への進攻作戦である、ハスキー作戦に加わった。アンテロープは1944年8月に、イギリス本国へと帰還した。この時すでに不調であったため、10月にはタイにて、予備役とされ、 人手不足緩和を理由に乗組員は解放された。1946年にヒューズ・ボルコーへ売却され解体された。ありがとうございます。